ジャックザ・リッパーからハッピーをお届け。つうだけでね、まあ、ジャックザ・リッパーちゃんが俺に対して個人的に応募をくれたんだよね。50個。あごちそうさまです。で、まあ、ガチャ画面にして、まあ、性能を見ていくんだけども、まあ、ただ、ジャックザ・リッパーってさ、うーんとね、週末の割り切り見ていたらわかると思うんだけど、あれこそジャックザ・リッパーなんだよ。 だからもう本当怪しい感じの、い、癒しい感じの、ずるい感じの男キャラで、なんかいやらしくハサミ持ってる感じが希望だったんだけど、これただ女の子がハサミ持ってるだけだからね。うん、微妙な気がするな、絵柄的には。まあまあまあね。まあまあそうなんだけど、しょうがないんだけどね。うん、売るためにだから。うん。うわけで、こっちがね、ほ、まあ、ピンポイントでいいわ。砲撃型の超強分身団。これ、気をつけて。超強クロス分身団じゃないからね。そうなんだよ。 友情コンボかけるで2発出るけど、まあ、そこまで軽く出ねえんじゃないかなと思ってる反射だし、これ貫通だったら弱点サクサクいけたりして、まあ悪くないと思うんだけどね。砲撃型で16バレーキラーが乗って、素晴らしいよね。で、SS を使うとみんな SS、みんなじゃない。ジャックザリッパー4体組むと SS がいっぱい出るねって。うーん、微妙じゃないかなと思ってます。はい、で、こっちね、もうハサミ持ったただの笑顔の女の子。はい、えー、ダメ男はまあまあ色々持ってんだけど、この子はね、 えー、私の大尊敬するガーミ君が言ってました。おっしゃる通り。おっ骨との相性がめっちゃいいよね。おっ骨使ってる人、おっ骨持ってる人にはいいんじゃないかなと思います。ただ本当にね、ハサミ持ってるだけの女の子だからななんかなぁって思うんだよね。まあ、一応ガチャは引かせていただくんですけれども、まあ最悪ジャック・ザ・リッパーが出なくても俺、ポラリスとかでも嬉しいなっていう、そのぐらいの気持ちで今回は引かせていただきます。で、まあね、そう。本当ね、絵柄をどうこう言うのはあれなんだけど、やっぱどうしてもさジャック・ザ・リッパーだよ。 もう世界を震撼させた殺人鬼。それがハサミ持った女の子ってのは、これはちょっと、まあ、どうかなと思います。まあ、これがね、えーまあ、リッパーちゃんのプレゼント文ではないとしよう。うん。まあね。俺もともと10連は引くつもりだったから。10連だけで終わらせようと思ってたけど、まあ、リッパーちゃんがくれたからこれで引こうか。うん。リッパー文だね。これリッパーショット。リッパーストライクショット。まあ、ポラリスとか出てくれたら嬉しいなって、言っちゃうのが正直なところではあるかもしれない。うん。まあね。 まあ、多少出たらちょっと嬉しいかもしんないけど、まあただ、出たところでうわーってなるかっしゃ前振りだこれが俺の前振りだ <laughs> おぉ、やっぱね、いや、マジ可愛いんだけど、もうね、別にいいんすよ。<laughs> あの、癒しい男なんていらねえんだよ。もうね、可愛い女の子使いたいに決まってるじゃん、男なんだから。うわ、めっちゃ可愛い。この新カマが一番可愛いんじゃないの弁財天と同じだな。いや、もうこの笑顔が素敵だよね。もう最高ですよ。で、まあ、性能はね、ぶっちゃけさっき言った通り、そこまで超期待はしてるわけじゃないんだけど、まあ、でもこっちで使ってみようかなと思ってんだよね。でも反射か、反射かって気がするんだけど、この子の SS を使えば常時貫通みたいなもんだから、すげえ俺評価してるんだよね。まあ、あとりあえず、ハサミを持った女の子だけど、それで十分でしょ。だって可愛、 俺がどっかに刺さるかって言ったら特に刺さるとこパッと出てこないからそこに関しては申し訳ございませんって感じかな。はは、とりあえず俺の作戦成功した。じゃあね、バイバイ。